はいどうも、キャッチミーの高幸です。というわけで今日も始まりました。暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は J1 リーグ第5節、京都サンガ FC vs FC 東京の試合感想。そしてね、まあ今週はちょっと J1 についてね、いろいろ話していきたいなと思っております。まあ J1 リーグ、試合の面でもやし、まあ、他のねちょっと動向の面でもかなり動きがあったチームが多かったので、毎週のようにラジオを撮ってるので旬の話題に触れていこうということで、ヴィッセル神戸のことについてとかもね話していけたらなと思っております。まあまずは京都サンガ FC vs FC 東京の試合感想なんですけれども、まあ試合前サンガはね前節湘南ベルマーレに対して1対1のドロー、2試合連続の退場者を出して少し厳しいゲームが多い中で、ここ最近上位でシーズンを終えている FC 東京と対戦。まあ FC 東京に関しては2連勝でね、サンガスタジアムにやってきてるあたり好調をキープして3連勝を取ろうとしてきている相手ということで、どちらもしっかりとしたチームスタイルがあるだけに試合にね注目がかかるかなと思って見てました。でスタメンを見ていくと、サンガの方はゴールキーパーは前節と変わらず若原選手を起用、退場から出場停止明けとなった上福本選手はベンチ入りっていう感じにはなってましたね。でディフェンスの位置ね、両サイドバックが入れ替わって右に白井選手、左に荻原選手っていう感じになってましたね。で中盤のところにはルヴァンカップでね負傷退場していた福岡選手がセンターハーフの位置で起用されてて嬉しい J1 初スタメン。ここは本当に注目やし、アンダー21に選ばれた川崎選手もボランチの位置に入ってたっていうことで、ここにも期待かなと思って見てました。そしてねフルス対決でもあるピーター・ウタカ選手が今回もゴールを決めてくれるのかっていうところ、このあたりがスタメンを見ていて思ったことかな。で FC 東京の方はやっぱり J1 でもトップクラスのメンツが揃っている印象。ディフェンスラインには森重選手、小川選手、長友選手といった日本代表経験も多くある選手が並んでるし、中盤には川崎選手と同様にアンダー21に選ばれた松木選手、さらにはフォワードはディエゴ・オリベイラ選手とアダ・ユートン選手、そして今野選手と破壊力抜群の攻撃陣、さらにはベンチ入りでねスピードに定評のある永井選手とか山下選手といった本当に途中から出てきたら怖い選手が多く揃っているので、前後半の選手交代、ここが FC 東京、京都サンガともに鍵になってきそうかなと思って見てました。で試合開始、前半の開始早々からサンガがセットプレーを獲得するんやけれども、左サイドからのボールにメンデス選手がヘッド、エリア内で頭一つ抜けたヘディングもスオビック選手の正面、まあサンガが早くもファーストシュートを打っていったっていう感じだったね。まだ試合の主導権とかどういった立ち上がりって分からへん時間帯にシュートを打てているっていうのはいいことやったし、ここからサンガの時間帯に持っていけたらなと思いながら見てました。で立ち上がりの15分を見た印象はサンガがね相手エリア内で試合を組み立てているっていう感じだったし、宇高選手を中心に左サイド右サイド両方から攻撃を仕掛けているシーンが多かったので、早めの先制点っていうところが取れたらなと思って見てました。守備のところもね、サンガは FC 東京のゴールキーパーからのボールとか特にショートパスをカットできているっていうイメージやったので、ハマっているディフェンスをしてるなっていう感じだったね。で FC 東京の方はなかなか自分たちがボールを持つ機会がなさそうって感じだったし、自陣では持てるけどサンガ陣内に入っていったところで苦しんでいる印象。アダ・ユートン選手とかディエゴ・オリベイラ選手までは通ったりすることはあるんやけれども、その後のところでサポートがなかったりっていう感じで奪われていたよね。それでも20分を過ぎてくると FC 東京はセンターバックがねビルドアップしていって、サイドからの崩しに貢献していったり、ロングフィードで揺さぶってサイドからのチャンスを演出してきた。本当にシュートまで持っていかれないもののコーナーキックとかは多く獲得されていたし、ここから少し流れが変わってきたかなっていう感じはありましたね。でまあ29分サンガのコーナーキック、福岡選手からのボールにメンデス選手がフリーでヘッド、これもねまたドンピシャやったし、立ち上がりから2本目のチャンスやったから決めたかった感がねすごくメンデス選手からも出てたね。でその後もディエゴ・オリベイラ選手のサイドからの突破とか、サンガやったらウタカさんのカウンター攻撃とか、見応えのある試合内容やったんやけれども、得点は動くことなく前半終了。まあ前半が終わっての試合感想はさっきも言った通り、最初の20分くらいまではサンガがね試合を握っていた印象。相手のディフェンスラインからのボールを本当に全て奪っていたし、相手に苦し紛れのロングフィードっていうことしかさせてなかった。やけれどもその後はね FC 東京がブランチの青木選手を中心にディフェンスラインの組み立てに参加していくと、サイドバックとかが上がっていくようになってサイド攻撃を量産していってた。この前半だけでコーナーキック7本獲得していたっていうのも、サイド攻撃が有効になっていたっていうのがわかるポイントやったかな。で立
ただね、激しい試合展開っていうのは変わりなくて、攻守の入れ替わりが激しいし、カウンター攻撃の応酬っていうイメージもあったので、後半どっちが走り勝つかっていうところで先制点が決まっていきそうやなと思って見てました。で、両チームともにハーフタイムでの選手交代はないまま後半開始。開始早々からサンガは裏への抜け出しを見せて、宇高さんがエリア内にカットインからシュート。まあ、湘南戦はね、こんな感じの流れから点が入っていたので、期待したんやけれども、キーパー正面。で、その後もね、左サイドからの崩しに宇高さんがダイレクトシュートとか、サンガが FC 東京のエリア内でプレイを進めていくんよね。で、立ち上がり10分のところでサンガはゴールを奪えたらよかったんやけれども、奪えずにまた試合がね、ヒフティヒフティになっていくんよね。で、57分、サンガが最初の選手交代。竹富選手に代わって豊川選手を投入。まあ、左サイドで効果的にプレスに行ってたり、チャンスメイクをしていただけに、体力面相当消費してそうやったから、ここでまたね、フレッシュな豊川選手が左サイド支配できるかっていうところに注目でした。で、65分、FC 東京のコーナーキックで若原選手がね、飛び出していたのを後ろ向きでセーブしたシーン。あれマジでファインプレーやなと思ったし、正直ディフェンスがクリアするか押し込まれるかの2択のイメージやったので、あそこでね、若原選手が手を出せるっていうのが、まあ、すごいなと思ったね。しかし、67分、FC 東京はセンターバックからのロングフィード、これを今野選手がサイドギリギリで残して中へのクロスボール、ディエゴ・オリベイラ選手に渡ってシュート。これが決まって1対0、FC 東京が先制するんよね。まあ、本当に一瞬の隙って言ってもいいかわからんくらいの一瞬のプレーで先制点を奪われたし、シュートブロックにも頑張っていっていただけに、本当に悔しい失点やなっていう感じでした。ここから追いつくためにも、後半の最初のようなね、インテンシティの高さで攻めていってほしいなと思いながら見てました。でね、リードを奪った FC 東京は70分に初の選手交代。アシストを記録した今野選手に代わって、こちらもまたスピードのある長井選手をウィングの位置で投入。この時間帯のね、長井選手の投入はね、めちゃくちゃ選手からしたら嫌やろなっていう感じやったし、マッチアップする荻原選手とかあの辺はね、プレッシャーやったんじゃないかな。で、リードを奪われたサンガは75分、荻原選手、福岡選手、宮吉選手の3人を変えて、荒木選手、井上選手、山崎選手を投入。ここで湘南戦で使ってきた3バックのシステムに変更していたね。中盤に厚みをかけてボールを奪っていくシステムにしていったっていう感じだったかな。で、試合もね、終盤の中でサンガはね、ちょっと攻めあぐねている印象。 FC 東京がやっぱり中盤でボールを持っていたり、フォワードのところに入ったタイミングでファールを取られてしまったりとね、うまく試合を進められているっていうイメージやったかな。で、ラスト94分のプレー、センターバックからのロングフィード一線、宇高さんがサイドに流れていって爆走してきたのは白井選手。グラウンダーのクロスに合わせていくものの決め切ることができずに試合終了。本当にここ決め切ってたらね、勝ち点1を拾えてたんやろうけど、あの時間帯に自陣から入っていった白井選手と宇高選手、ここは本当に頑張ったなっていう感じだったね。ただチームとしてはね、課題が大きく見えた試合やったんじゃないかなと思いました。個人的にはやっぱり先制された後の試合の組み立て方、攻撃の仕方にちょっと慣れてないんじゃないかなっていうのを感じましたね。0対0の局面やとやっぱり相手も人数をかけて攻めてくるし、そこからボールを奪って素早いカウンターを、まあ、効果的に生み出せるんやけれども、得点を奪われた後、特に後半に奪われたりすると、相手もリスクマネージメントをしてきて攻め込んではいくものの、やっぱり自分たちが危険に侵されるレベルの攻めはしてこうへんのよな。すると、まあ、簡単にロングフィードとかで宇高さんがポストプレイをしてもボールを回収されるっていう場面が見えたし、もちろん失点しなければ効果的に攻め続けられるんやろうけど、先制点を奪われた後の攻撃をもっと考えていかないと今後厳しいなっていう試合内容でしたね。ただいいところもあって、前半の立ち上がりとか後半の立ち上がりのプレー、まだ相手が試合に入りきれてないところでサンガは前からのプレスで攻撃をしていってたっていう場面が多く見えたんよね。で、これは本当に90分続けることはできひんくらいのプレー強度やから、ずっと続けるのは無理なんは分かってるけれども、この時間帯で先制点が取れたら試合がガラッと変わっていたんじゃないかなとね、思う内容でした。というわけで、まあ京都サンガ FC と FC 東京の試合感想について話していきました。まあ開幕戦以降ね、サンガは J1 リーグで勝てていないっていうこともあるから、次の試合ね、少し間は空くんやけれども、神戸戦、ここで結果を残せるのかっていうところに注目です。で、今回 J1 リーグについてね、もうちょっと話していきたいなと思うんですけれども、まず金曜日の試合、横浜 F マリノス VS サガン鳥栖。この試合がね、結構話題になったっていうか、本当に雨が強すぎた試合やったね。前半からね、雨は降ってたんやけれども、後半のね、すごい雨。あの中でプレイをしていた選手たちは本当にボールが全然転がらへんから大変やろうなっていう感じやったし、そんな中でも、レオセアラ選手とか、マルコス・ジュニオール選手とか、まあマルコス選手は結構早い時間
帯で変わっちゃったけれども、そこら辺がチャンスメイクをしていたりシュートまで打っていくシーンが見えて、いや横浜 F マリノスは攻撃の仕方うまいなと思ったし、そこを、まあ、ギリギリで食い止めるトス、パクイルギ選手のねセービングとか本当に光るものがあったから、俺もこの試合はね後半からしか見れてなかったんやけれども、見ただけでねすごく白熱した試合展開っていうのが分かったし、まあトスの方はちょっとねシュートなかなか打ててないシーンが多かったけれども、勝ち点1マリノス相手に取れたっていうのは大きかったんじゃないかなと思う試合内容でした。でもう一つ試合感想なんやけれども、土曜日の試合、浦和レッズ VS ジュビロ磐田、まあ本当にねこの試合は浦和レッズの独壇場やったなっていう感じやったし、北欧組がゴールを決め切ったっていう感じやったね。まあ先制点ね奪ったのは日本人の犬飼選手なんやけれども、ここはまあセットプレーからね豪快なヘディングシュート決めていって先制すると、11分、キャスパー・ユンカー選手が今シーズン初スタメンで初ゴール。ペナルティーエリア内でね少しごちゃごちゃとはなったんやけれども、冷静に1トラップ2トラップくらいしてリーチの長い足でそのまんまゴールに押し込んだっていう感じのシュートやって、泥臭いゴールをね今シーズン初ゴールで決めてきたなっていう感じだったし、前半37分のね PK のシーン、まさかのセンターバックのショルツ選手が蹴るとは誰も思ってなかったよね。絶対ユンカー選手とかさ江坂選手とかあの辺が蹴るんかなと思ったらショルツやったから、えっみたいな感じやったし、すげえなと思ってました。で岩田の方もね前半に2対1の局面まで持っていくんやけれども、その1点が鈴木優斗選手やって、まあ開幕戦からめちゃくちゃゴール決めてんなこの選手っていう感じで、京都戦でもゴール決めてたし、これでもう4点取ってるんよね。本当にこの人ウィングバックの選手なんていう感じのレベルでゴールを量産してるし、すごいいいところに入ってきてるなっていう感じだったね。で後半のね開始と同時にダビド・モーベルグ選手が入ってくるんやけれども、新しい浦和の10番よね。この選手がね本当に最初のチャンスでゴールを決めきる、キレッキレのシザースしてたもんね。そこからバッてコースが空いてそのまんまシュート、まあ、状態フェイントとかもめちゃくちゃうまかったし、あーこれは止められへんなっていう感じだった。まあ新しいね10番がやってきたということで、ダビド・モーベルク選手でキャスパー・ユンカー選手、ここのコンビとかすごく見てみたいなって感じでしたね。というわけでまあ北欧組、外国人選手のね活躍が光った浦和レッズが今シーズン2勝目ということで、ここからね浦和は上がっていくんじゃないかなと思うような試合を見せてくれましたね。でさっきもね軽く話したんですけれども、ここからは試合じゃないんやけれども、ヴィッセル神戸についてはね、まあヴィッセル神戸ね今回も清水エスパルスに0対0のスコアレスドローということで、 ACL のねプレーオフは劇的な逆転勝利で本戦進出を決め切ったんやけれども、リーグ戦の方は7試合が終わって4分け3敗、まあ勝ち点4で16位っていうところで、まあ三浦監督がね解任されちゃったんやけれども、その後に入ってくる暫定監督っていうところ、暫定監督がルイス新監督っていうらしいねんけれども、まあこの人は別にね何も問題がないんやろうけど、その後よねスポーツダイレクターっていうところに、昨シーズン東京ヴェルディに監督として在籍していた永井秀樹さんがスポーツダイレクターに就任するっていう発表があったんやけれども、一応この人ってパワハラでね公認 S 級コーチライセンスっていうのを1年間資格停止処分を受けてるんよね。やけれどもまあ監督とかコーチとしてはプロのところには入れへんけれども、フロント入りは可能っていうことでヴィッセル神戸に入ってきたっていう感じやってんけど、これがまあ物議を醸していたよね。まあ処分中にクラブに入れるっていうのはどうなんかっていうのがあって、まあなんかまたね京都サンガのね張監督の事件とか、サガン鳥栖のキム監督の事件とかが掘り返されてるんやけれども、個人的にはね1年間はきっちりとその見つめ直す期間っていうのを持つべきなんじゃないかなっていうのを感じてるかな。張監督とかもやっぱり大学で1年間きっちりとやってきたことっていうのを見つめ直して、いろんなことを考えて京都サンガにまた来てくれたっていうイメージがあるから、監督じゃないからヴィッセル神戸に入っていいっていうことが OK って言ってしまったら、これはどうなんって感じやし、本当に見つめ直すきっかけっていうのをクラブ側が取っていっちゃったなっていうのが個人的な感想かな。やからまあちょっと神戸に関してはどういう意図があって永井さんを引き入れたのかっていうのがすごく気になるところっちゃ気になるところかな。まあでも今ね
神戸もこの7試合が終わって4分け3敗と本当に苦しいシーズンやからこそ少し考えがまとまっていないんじゃないかな、首脳陣側っていうのもあるんじゃないかなっていうのがあったかな。というわけで、まあ、J1 リーグのね試合とか今回起きたニュースについていろいろ話していったんですけれども、まあ、J2 の方もねちょこちょこ見てはいたんやけれども、今ここから話題にしたら20分超えそうになるんで、まあ、話さないんですけれども、一個だけ見てほしいゴールが水戸のね曽根田選手のゴール。まあ、去年まで京都サンガに在籍してたんやけれども、この曽根田選手のね豪快なシュート、あれえぐいなって感じだったし、今回の J2 の第5節のベストゴールなんじゃないかなっていうくらい強烈で綺麗なシュートやったんで、ここだけ紹介したいなと思って今話しました。というわけで、まあ今回もね最後まで見てくださってありがとうございました。来週以降もねまたこういうね J リーグのラジオいろいろ話していけたらなと思うので、次の動画も見ていってくれると嬉しいです。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。